破産開始決定というものが昨日3月14日、午後3時に出ました。この3時をもって、政党に所属する財産とかですね、管理処分権限、その占有する権利、所有する権利、そういったもの一切が破産管財人である森俊明弁護士のもとに移っていますので、厳密に言えば従前ビルの、契約名義も彼が、先生が管理されて占有管理する状態になっています。2時間ほど先生と打ち合わせをしてきましたので、その内容も踏まえてご説明したいと思うんですけれども、政党が原告になっているものについては、これは基本的には破産管財人が引き継いで裁判を担当することになります。ただほとんど無意味な裁判をやっているので、例えばりそな銀行の、返還請求1億7000の返還やってたんですけれども、これもりそな銀行の代理人が破産管財人についたら黙って引き出します、ちゃんと渡しますって言われてますので、もうりそな銀行は管財人から速やかに管財人の方にお支払いいただけると思うので、これは必要ないんで、管財人が取り下げることになろうかなと。あと立花さんの関係でやってた一人放送局でしたっけ、8000万円の強制執行を許さないって話なんですけれども、これも管財人に話してきました。でそもそも立花さんこの債権行使する気ありませんので、債権届でもしないのでもう一切必要ありませんということで、管財人は分かりましたと、じゃあ取り下げの方向ですかねという感じで話はしてあります。あと立花さんに対する貸金返還請求、まあ、これ政党の資産に関わることなんですけれども、このお金については原則立花さんが、債務として承諾すると認めるということは管財人の方にも伝えてきました。じゃあこの返済方法とかどうするかというのは、これから立花さんと話し合って前向きに検討していきましょうと。我々政党側の方は債権者の方も含めて全ての利害関係人が森先生に協力するということはもう間違いないことですので、まあ、あとは大津さんや豊田さんがこの手続きに協力的なのかどうか、それは森先生もとりあえずなるべく喧嘩しないで話し合って進められるものは進めていきたいという形だったので、まあ、先生がうまく豊田先生たちにはアプローチするんであろうと思います。裁判はこういう形で破産決定が出たことによってもうほとんど無意味であったりとかする必要がなくなりますので、だいぶスマートな形で処理できるかなと。私もいろんな手間がなくなったことでこれでちょっと喜んでるんですけどだいぶ楽になるなと思います。あとちょっと簡単にですね、政党にあるその財産についてご説明しようと思うんですけど、政党には約11億円の、破産債権、皆さんの債権がありますので、じゃあこれをどうやって、政党の財産を回収して看過していくのか、これが破産管財人のやるべき、一番大事な使命になってくるんですけれども、まず冒頭説明した通りりそな銀行の 1.7 億円、これはもう何の問題もなく回収できるので、もう1週間10日ぐらいで、管財人の口座に入金されるだろうなと思います。あと今立花さんがお話しあった車が3台、政党所有のものがありまして、これは、破産管財人が適切な時価で売却をすると。どういうやり方するかというと、もう単純に中古車業者に査定見積もり取って一番高いところに売ればそれで良いと。なんで別の方であればそれはお売りすることは可能かなと思いますということを言われています。なんで、まあ、車は適切な時価で買わせていただく予定かなと思います。立花さんの貸付金は今申し上げた通り、今回のやっぱ一番のポイントは、去年2期分ですね、政党交付金が大津さんの手元に行ったお金、これを、破産管財人が回収できるのか、まあ、一番のミソになってくるのかなと。破産管財人が、まあ、今後どういうふうにそれを理解されて大津さんや豊田先生と交渉していくのか、その流れについてはもう我々は積極的に管財人を見守り補助し、協力するということで森先生にお話ししてきて、森先生からも非常に助かりますというお話はいただけたので、破産管財人は何のために存在するか、それは債権者の最大限の利益配当を実現するためなので、私や立花さんたちとの利害というのは一切対立しているものではない。立花さんもそもそも債務も認めているので、この破産管財事件はきれいに進めていくことができると思います。手口はですね、まず7月16日の債権者集会なんですけれども、
まあ、ここまでにできれば財産を速やかに回収していただいて配当できる準備ができればいいんですけれども、4ヶ月という非常にタイトな中でやっていくので、もしかしたらこの時まだ財産の換価が終わってないと、ここからまたさらに続行されて3ヶ月とか先にまた集会期日が設定されるということもあるので、必ずしもこの7月に終了するわけではないです。とりあえずの財産の報告を債権者の皆さんに管財人がこの日すると。この日には大津さんが代表者としておられて、自分が代表者であると主張しているんであれば、まあ、当然出てこなければいけません。また破産管財人はどうしても裁判所 の, 代理人みたいな地位にあるので、あまりこう YouTube に出て発信するっていうのが適切ではないので、もし管財人から皆さんにお伝えしたいことがあれば、私を通じてこういう情報をちょっと債権者の方に出してほしいと、説明してほしいっていうことをまたお願いするかもしれませんと言われましたので、情報があれば追って皆さんにお伝えしたいと思います。最後に破産管財人というのは非常にこうやって何百ある法律関係をいっぺんに処理しなきゃいけない、弁護士の仕事の中で一番難しいと言われている業務なんですね。今回どういう破産管財人の先生がつくのか私注目していたんですけれども、森先生ですね、非常にスマートで柔軟な対応をして対応いただける弁護士だと2時間話してすごいよく分かったので、東京地裁20部にはいい管財つけていただけて本当にありがたいなと思っております。また皆さん行方を見守っていただければと思います。お伝えたさん側は、広告をしますと、抗いますということを、表明されているんですけれども、はい、この広告っていうのは、まずどういうことをされるのかということと、これが認められるかどうかというのだけ、まず教えてください。これはもう簡単なことで、いわゆる普通の訴訟と違いまして、いわゆる訴訟の場合は公訴上告、公訴上告になるんですが、これ広告っていうのは、通常の訴訟と違ってですね、手続きはもう進んでいきます。もし広告でひっくり返ったら元に戻るっていう手続きをそこで止めるってことになるので、通常の裁判だと刑事裁判も民事もそうですけど、控訴すると一審の判決は一応無関係というか執行されないんですよ。仮執行宣言でもつかない限り、要はもう昨日の3時の時点で大津彩香氏が何かその政治イベントにこれからも参加していきますって、あれ私犯罪しますって言ってるようなもんなんですけど大丈夫かと。自分が党の代表者じゃないんだから、簡単に言えば会社の社長が行けって言ってないのに勝手に自分が社長だと思って仕事をするような形で、それで会社のお金を使うことが、特別に財産を止められているので、彼女が本当にそういったことをやるとなると犯罪になることを平気で言ってるっていう感じですよね。だからそっちの手続きは粛々と進むんですけど、2週間以内に広告を出して、ただこちらとしてもそんなのも関係ないよっていう反論を1個出すぐらいで、もうそれでおそらくもう棄却されるんで、何してるのって感じですよ。ただその広告をするための経費自体もさあどうなんでしょうかね。党のお金使えないと思いますので、おめでとうございますけど多分変だと思うんですけど、立花党首の受け取り自体はどうなんですか。いやもう全然おめでとうございますです。これまで不当なちょっと扱いをですね、特に総務省なりがですね、やってきたと。具体的に言うとですね、昨年、4月の7日に総務省に斉藤健一郎に代わりましたと持っていったわけですね。その後4月には斉藤健一郎代表の名前で衆議院の補欠選挙に立候補できているわけですよね。これすごいポイントですよね。いわゆる千葉の補欠選挙に出て川岡本君が政見放送したと。だからそこから総務省はですね、どちらかわからないっていう体制を続けるならいいんですが、急に昨年の9月ぐらいにどちらかわからないじゃなくて、その後もどっかの町長選にも NHK から国民ワールドで国政政党として立候補しているのがですね、急にその大津彩香が代表者だということで両方選挙に出れたものを一つにしてしまったんですよね。それってそんなことしていいのという状態で、要は総務省がですね、なんか大津彩香からお金もらってるんじゃないかとか、あるいは我々の立花孝志が政治活動することをですね、総務省が嫌がってるんじゃないかと。現に総務省は未だ NHK の味方をしてですね、 NHK のわけのわからん予算を認可したり、総務大臣特にね、 NHK の割増金も昨日も裁判勝ったって言ってましたけど、もう総務省っていうそういう既得権益と我々戦ってるので、
裁判所ですらですね、我々にとって不利な判決を出す恐れがどうしても感じられていましたので、そういう意味では、総務省は腐ってますが裁判所は正しい判断をしていただいたということでおめでとうございますでいいと思います。ありがとうございます、はい、NHK をぶっ壊